屋根シェルで要素を選択切り取り取屋根やシェルの編集をしやすくするための選択切り取りのテクニックをご紹介しますディフォルトの方法で望む切り取りの結果にならない場合切り取りの操作がどのように動作するかコントロールする方法もありますこのような場合切り取られる要素を選択し コンテキストメニューから、屋根、シェルで要素を切り取りのコマンドを選択します。続いて、切り取る要素をクリックで指定します。カーソルが屋根の形に変わり、適切な要素に合わさると、フィードバックを得ることができます。ディフォルトのカーソルは、透明の屋根形状が表示となっています。屋根または、 シェルにカーソルを合わせるとそれが切り取りが可能な要素であることを知らせる黒の屋根形状に変わります。クリックすることで屋根、シェルが切り取り要素となることを承認します。この時点でいわゆる切り取りボディは赤色で表示されます。切り取りボディについては他のインテリジェント接続ムービーで詳しく説明しています。 カーソルを移動することで切り取られる要素の上部か下部のどちらかを残すかを決めることができます。強調表示されている部分がクリックした後に残ります。クリックすると切り取られ屋根、シェルの上部にある部分の壁が残ります。要素のどの部分を切り取るかを指定するもう一つの方法はキーボードの コントロールキーまたはコマンドキーを押したままにすることです。カーソル形状に表示されているように、オノモードになっています。これは先ほどと逆になっており、クリックすると切り取られる要素の一部が削除されます。繰り返しになりますが、強調表示は残る部分となる要素が表示されます。コントロールキーまたはコマンドキーで、 壁の上部をクリックすると強調表示されたシェルの下部の壁の一部が残りますコマンドは平面上でも同様に実行することができます垂直の壁のような直角の要素の場合には使いやすさが限られています壁がありますが 3D で確認していないためどの部分を 残すかということを指定するのは難しいです。しかし、投影された傾斜壁の場合、側面の投影を確認することが可能で、シェルの上部または下部どちらかを残すかということを指定することができます。この例では、シェルの下部の壁の一部が正常に残りました。